悪霊譚プレイしていきます。ねえ、私綺麗。小学校からの帰り道、少女は背後からそんな風に声をかけられた。振り向いてみれば、そこにはマスクをした長身の女性が立っている。ポマードポマードポマード。これはまあ口先女かね。あとはなんだ、田中さんの知り合いですとか言えばいいのかな。結構ローカルルールあるんですよね。で、口先女は速度5、60キロとかで走るんだっけ。だから一応車とかあれば逃げ切れるっちゃ逃げ切れるのか。でも私はね、そうなった場合きっとターボバーチャーに補足されるんだろうなってずっと思ってる。こういうね、都市伝説トークを学生時代誰かとしたかったなって最近すっげえ思ってる。あ、ちなみに私の口先女の知識は全部 USO ジャパンからだったね。あれ20年くらい前でしょ、知ってる人いるかな。その夜のように暗い目はまっすぐにこちらを見つめたまま、釘付けにされたように動かない。ねえ、私綺麗。機械的なほどに先ほどと全く同じふぐもった声はマスクの奥から発せられる。綺麗だと思います。これは握手だな。少女は怯えながらも答えた。きっと無視したり否定したりしたら怒らせてしまうと思った。だが、そう、これでも。女はおもむろにマスクに手をかけ、ゆっくりと外した。その下の顔。いや、これは目で気がつこうよ。釘かな？なかなか暴力的なビジュアルしてるね。口が耳まで真っ赤に裂けた、世にも恐ろしい形相だった。以上が交換にルフしている口先女の怪談だ。口先女の怪談が生まれたのは高度経済成長期の終わった1979年のことだとされる。これは近代化した社会でも怪異談が生まれることの証だと言えるだろう。髭を蓄えた初老の先生アシア教授が講義をする声が教室に響く。それを聞きながら、私は口先女の姿を脳裏に思い描いていたのは、主人公が。子供を頭から食べてしまうほどの大きな口。逃げても音速並みそれ、いや、無理だ。ターボばあちゃん声あるな。スピードで追いかけてくるほどの脚力。だけど、べっこ飴やポマードが弱点。べっこ飴？ポマードはまあ、多分ポマードが一番有名なんじゃないか？空想だな、こんなの。左右の席に誰も座っていないのをいいことに、ぼそりとつぶやく。だけど、篠村くん、篠村栄美くん。え、あ、はい。アシア教授に名前を呼ばれて、私は思わず上ずった声を上げてしまう。まさかと思うけど、さっきの独り言聞こえてた。だったらまずいけど。君は確か現代の都市伝説に関する論文を書いている途中だったね。ならば、口先女と古い妖怪話との間の類似性を挙げられるかな？ああ、なんだ、ただの質問か。私はアシア教授の民族学ゼミに所属しているので、講義中にはよくこうして指名される。いつものことだ。それにその程度のレベルだったら簡単だ。口先女の怪談は山姥の昔話との類似点を指摘できると思います。子供を食べ、猛スピードで獲物を追いかける。また、べっこ飴を持っていれば助かる。持っているだけで助かるのか。でもべっこ飴持ってる状況って結構特殊だよな。ポマードを3回唱えれば助かる。といった要素は山姥が登場する理由は、3枚の札など、呪術闘争譚と共通するものがあるでしょう。いやはや、完璧な回答だ。ありがとう、篠村くん。全くその通り、口先女の舞台は近代の日本だが、イメージの原点は山姥などの古い怪異があると考えられる。
言い換えれば口先女とは古来からの妖怪と現代社会の関係が結びついて生まれた存在と言えるだろう。次はその点を詳しく見ていこう。主人公すごいな、こういうのさっと言えるのか。っていうか、ダンディだね、教授ね。ウィンクまでしちゃって。芦屋教授は口先女の噂が生まれたルーツを一つ一つ、民族学的な見地から明らかにしていく。その態度は全くもって学術的で、神秘的なオカルトも謎のベールを剥がされていくかのようだった。そうだ、怪異なんてない。妖怪なんてない。幽霊なんてない。この世にある物事は、すべて科学で説明できる現実だけだ。だからこそ、私は民族学を選ぶことを、学ぶことを選んだんだった。ああ、そういうことを、むしろ否定してるからこそ、それに対して深めていったのか。講義が終わり、廊下へと出る。スマートフォンで大学のサイトにアクセスし、次の文化人類学の講義を確認すると、休校の表示が出ていた。となると、もう今日は講義はない。早く家に帰って論文の続きでも書こうか。篠村君。そう思っていた矢先、背後から声をかけられる。振り返れば、そこには芦屋教授が立っていた。先ほどはありがとう。いや、篠村君がいると講義が進めやすくて助かるよ。それはどうも。ですが、あんまり私ばっかり当てられても困りますよ。おや、そんなに篠村くんばかり当てていたから。はい、これで連続5回目です。私だって答えられないこともあるかもしれないんですから、たまには別の人にしてください。大学とか教授とね、なんかこう、目つけられるとは違うんですけど、仲良くなると結構質問当てられるね。そうだったか。いや、すまないね。篠村くんは勉強熱心だったから、ついつい指名してしまうんだ。ついやっちゃうんだ?ところで論文の方はうまくいってるかい?確かテーマは、七夜市の現代怪談だったか。七夜市っていうのはこの舞台ってか?はい、今のところは。私は今民族学に関するゼミ論文を書いている最中だ。ゼミ論文といっても、大学が発行する冊子になる予定のものだから、気が抜けない。そのため、この七夜市で流れている怪談や都市伝説について、ここ数ヶ月の間、調査を続けているのだった。どうすれば、地元の、なんだ、怪談話とか調査できるのかね。やっぱ聞き込みしかないのかな。ただ前にも相談した通り、やはり資料を調べるだけでは限界があって、実際に怪談を知っている人物を取材したいのですが、なかなか見つからないんです。うん。確かに民族学の基本はフィールドワークだからね。語り部から生の怪談を聞きたいのは当然の欲求だろう。はい。特に例の黒コートの男の怪談については、ほとんどネットの情報だけで、黒コートの男、赤マントの友達かなんかな。黒コート、コートの下は基本全裸だろうね。お嬢ちゃん、いいものを見せてあげようか。それはネットで流されている都市伝説の一種だ。最近七夜市では黒コートに身を包んだ男の目撃談が相次いでる。それ、あれじゃない?冬込みとか行けばめっちゃいるんじゃないかな。黒コートの男は七夜市内の幽霊が出ると噂の場所。つまり心霊スポットによく出没するのだという。そして、黒コートの男の現れる場所では、よく行方不明事件が起きている。一説によると、黒コートの男が神隠しを起こしている悪霊なのではないかとも囁かれている。こんな謎めいた噂が、ここ数ヶ月の間にネットで急増しているのだ。私が論文のテーマをこの七夜市に設定したのも、この噂を耳にしたから。私としてはぜひ実際に怪談の語り部に会って取材したいんですけど、なかなかうまくいかなくて。安心したまえ。そんなことだろうと思って知り合いに当たってみたんだ。芦屋教授は一枚のメモ用紙を私に差し出す。受け取ってよく見ると、メールアドレスや電話番号など、複数人の連絡先らしき文字列が書かれていた。これは?黒コートの男に会ったという
証言者の連絡設定を。私のゼミ生の論文に協力してほしいと言ったら、喜んで承諾してくれたよ。おー、なんかそういう人脈も広いのか。いいんですか？もちろん、学生に協力するのは教授の務めだろう？それに私も最近は年で、もっぱら文献専門になってしまったんだね。せめて若い学生の実施調査くらいは協力してやりたいんだ。だから、ぜひいい論文を書いてくれよ。ありがとうございます。助かりました。誇張抜きで、これは値千金の情報だ。実際に階段の語り部から話を聞くことができれば、論文の完成度は飛躍的に上がることだろう。こうしちゃいられない。早くこのメモの人たちと連絡を取って、階段のスケジュールをすり合わせないと。じゃあ私はこれで、論文楽しみにしておいてくださいね。ああ、ちょっと待った。最後に一つだけ質問しても構わないかな。時間を稼ぐのはいいが、別に、あれを、何ですか？君は、黒コートの男、本当に実在すると思うかね？まさか。私の問いに、彼の問いに私は即答する。私の問いに私が即答する。ああ、マッチポンプ。そう、そんなこと聞くまでもない。噂はただの噂に過ぎないのだから。お化けなんて、いるわけがないじゃないですか。なんかそういうスタンスででも語り部から話を聞くって、なんかちょっと失礼な気もしないでもないけどね。うう、怖いよ。大丈夫よ、エイミちゃん。ほら、怖いものなんて何もいないよ。だって、いるもん、そこに。暗いところに、お化けが。そこって？ほら、そこだよ、お母さん。見えないの。体の上にかかっていた布団を跳ね飛ばし、上体を起こす。息は荒く、心臓は激しく脈打っている。全身に汗をかいて、シャツが肌にへばりついているのが気持ち悪い。大丈夫。落ち着け、私。自分に言い聞かせながら深呼吸を繰り返す。今のは過去の回想かな。見える人、だからこそ否定したい。いつもの子供の頃の夢だ。現実じゃない。だから怯える必要なんてない。そうしているうちに、息も鼓動も少しずつ収まってきた。悪夢から覚めれば、そこには穏やかな朝の光景が広がっているばかりだ。すると、枕元でスマートフォンの鳴動音が響き始める。目覚ましのアラームの音じゃない。スケジュール管理のアプリの音だ。手に取って画面を見ると、取材予定日と表示されている。ああ、そうだ。今日は芦屋教授から紹介してもらった階段の語り部たちと会う約束になっていた。私は緊張で固まった体に鞭打ち、シャワールームへと向かった。小さい頃私は、よく暗闇の中に奇妙なものを見ては泣くような子供だった。あれ？これってグラフィックエイミさん？エイミって聞くとなんか目になりそうだね。私が目になるから、あの巨大な魚を追っ払おう。夜中に動く影が人や物や、あるいは全く違う何かに見えて、いつもありもしないものに怯えてばかりいた。今ならそれがきっと幼児期特有の想像力の産物だったとわかる。幽霊の正体見たり、枯れ尾花か。古くから伝わる言葉が象徴するように、本当に人知の及ばないものなんてこの世にはないのだ。だからこそ私は大学で民族学を専攻することにした。幽霊や怪異といった非科学的な存在に、合理的で現実的な解釈を下すことで安心を得られるから。今でもまだ、なんだ、そういうのが見えるとかいうわけではないのか。語り、これファーストフードか。なんか落ち着いて会話ができるような場所を
いや、まあ、学生ったらここら辺がいいか。正午より少し前、語り部たちと会う予定のファミレス生徒を少し早くたどり着いた。あ、ファミレスか。スマートフォンの時刻を見ると15分前。先にテーブルだけ確保して待っておくか、なんて思っていた頃。あ、篠村さんですか？こっちです。ファミレスの中から元気に私を呼ぶ声がする。見るとこちらに手を振っている制服姿の女子高生がテーブル席に一人座っていた。もしかして私より早く来てた。私は驚きながらもテーブル席へと近づいた。15分前だったら先についてるかもわからんね。でも向こうはなんでわかったんだろうね。篠村栄美です。あなた。花咲千恵です。今日は都市伝説の取材ということでよろしくお願いします。あ、これはご丁寧にどうも。すみません、お待たせして。いえ、気にしないでください。私が早く来すぎただけなので。しっかりしてる子だな。まずいな、これじゃどっちが大人かわからない。とりあえず残りの二人が来るのを待つ間、私はコーヒーを注文することにした。そのコーヒーがテーブルにつくのとちょうど同じ頃、店の入り口の電子ベルが鳴った。見れば一人の男子高校生がキョロキョロと店内を見回しながら入ってくるところだった。金髪で短髪、どことなくアウトロー的な雰囲気を振りまく彼は、店員さんに待ち合わせをしてるんだけど、と話をしている。金髪で短髪でアウトローか。なんか、意外っちゃ意外だね。そういう怪談話とかはなんかあんましそうにないといえばないかな。やはり彼もそうだろう、と、夢中でパフェを食べている知恵さんに代わり、めっちゃ、なんかくつろいでますね。黒コートの男っていうのは見ただけで不幸が訪れる類の都市伝説ではないのか。なんかもう出会ったら最後って都市伝説結構多いからね。今度私が手を振った。それに気づいて彼はすぐに私のテーブルへとやってきた。斉藤翔也、あんた篠村さんで会ってる？はい、七谷大学民族学ゼミの篠村です。今日は来てくださってありがとうございます。どうも。ぶっきらぼうにそう言って、ああ、私もぶっきらぼうとちょうどよかった。翔也くんは席に腰を下ろした。その態度が素なのか、それとも緊張しているのか。と、そこで私のスマートフォンのアラーム音が鳴り始める。そういえば集合予定の時刻に設定していたのだった。だけどまだ3人目が集まっていない。店の外にいるのか、と思って視線をやってみると、実は店員さんだったとか。すいません、遅れちゃって。テーブルのそばに慌てふためいた様子でやってくる活発そうな少女が一人。私、日野村あかり。あなたが篠村さん？はい、今日はどうも。いやあ、ごめんごめん、すっかり寝坊しちゃってさ。家から30分かけて走ってきたんだよ。走って。でもこの家、駅のすぐ近くなのに。実は最近電車に乗るのがトラウマになっててさ。まあ、それもおいおい話すと思うよ。よろしくね。電車の中で黒コートの男とかそういう感じかな。じゃあ、やっぱり、痴漢的ななんかあったんじゃないですか。あかりさんは呼吸を整えながら、席に腰を下ろした。何はともあれ、これで語り部の3人が集まってくれたわけだ。全体的に10代ぐらいの人が集まってんのかね、黒コートを見る。20代になったら見えなくなる。なんだ、モスキート音的な存在なのかもわからない。改めて初めまして、七谷大学民族学ゼミの篠村栄美です。今日は来ていただきありがとうございます。すでにメールでお話したと思いますが、私は七谷市の都市伝説について論文を書いています。特に黒コートの男という怪談について知りたいんです。あなたたちは黒コートの男に会ったことがあるということでいいんですね。私が質問を投げかけると、三人は一様にうなずいた。貴重な三人の調査協力者。さて、誰から話を聞こうか。
ここで選択肢が出るのか。気になるのはあかりさんだよね。なんかこっち睨んできてない？そう。でもやっぱ翔也くんが、その、なんだ、言っちゃあれなんだけど、こう、チンピラ風の彼がさ、都市伝説を見たって言うのがやっぱ意外なんだよね。どうしよう。一番安全そうなのは左のちえさんだったな。じゃあちょっと当たり障りなさそうなとこから聞いていくか。じゃあちえさんで。